本当にここの一戦にかけてて、カイ君のところにずっと練習して、きつい練習本当積み重ねて、今日ようやくこういう結果が得られたと思います。これからももっと積み重ねて、これからもブレイキングダウンの顔としてこの舞台で暴れられるよう頑張っていくんで、これからも応援お願いします。ありがとうございました。はい。ちゃんと強いですね。格闘技経験ですか？あるんですか？はい、あ、格闘技経験あるんだ。ウィートさん大丈夫ですか？あのタイプはやっぱ強いやつとかに鉄拳制裁されないと効かないんで、俺はだから21日だけもう全開中二病とかに振り切って、一回彼のマインドに思いっきりすり寄った上でぶっ飛ばそうかな。眼中にないですね。別に勝ち負けもそんな気にしなくて、正直殺す勢いでやろうかなって思ってるから、別にもう正直本当に眼中ない。若いやつがどんだけ生きがって吠えたって、俺は本当にお前らの中で足がすくみのような世界でやってきたから、多分一歩もしないうちに多分答えが出ますっていうか出します。やっぱとことん突っ張ったら突っ張ったで、それなりの返しってのは絶対来るんだよ、人生は。だったら先に俺で口の方だとか礼儀ですっていうのを一個一個体で教えてやるよ。まあ、アイスの方が大人だったら受けるけど、何笑ってるんだ。ただいまより第10試合ライト級ブレイキングダウンキックルール71キログラム契約を行います。青コーナー、170センチ、 66.45キログラム、 反逆の問題児、コメオ。俺が本物だ、実力はいかにコメオ。赤コーナー、182センチ、 71キログラム、 アウトローのカリスマ、ウレタジュンシー。鉄拳制裁の時、その時はやってきました、ウレタジュンシー。レフリー永瀬、また今大会は全ての試合においてゴールドパートナーの B ベット様より勝利者賞として B ベット内で使用できるポイント10万円分が進呈されます。スタンディングバトルですね。バッティング、肘ローブロックをつけてください。後頭部、セリズムボディ。第10試合、ライト級スペシャルワンマッチ、71キロ以下、キックルールで行われます。さあ、みくるさん、この空気感、緊張感いかがですか？さあ、答えは出ます。オーディションでは絶戦を展開、一触即発でした。ウリタかコメオか、さあ1分が始まります。先に前に出ていったのはウリタ、コメオ少し下がった、左左右、さあ中央で打ち合う。動いて動いて。カイさん、どんな展開予想されますか？いやでも、打ち合った打ち合ってますね。いや、ユーゴさん、かなり緊張感漂いましたね。ああいう打ちでしたね。さあ、ウルタが前に出る。覚悟を決めてやってきたコメオのこのブレイキングダウンの舞台です。コメオの実力は三上さん、ここまで評価いかがですか？右を狙ってますね。狙ってますよね。右を入ってるでしょうか。ウルタの右です。
ストップストップ。いやー、甲斐さん、ウリタ選手のパフォーマンスも高いですよね。ウリタさん、強くなってますね、レベル上がってますか。10秒、10秒サード、10秒で結果を出ます。どちらか、ウリタか、それとも米岡。か米岡を打っては下がる、打っては下がるという形になります。ここで1分間終了しました。ただいまより判定に入ります。ウリタさんの圧力にも押されてましたね、はい、いやそうですよね。印象度としてはミグルさん、ウリタが上回ったかなという気もしますが。そうですね、ウリタさんが気迫がすごかったですね。覚悟を決めたというか、もらうことを決めていたというか、はい、うん、結果が出ます。判定の結果を発表します。ジャッジ横田、赤ウリタ。ジャッジ伊藤、青米を。1対1。ジャッジ橋本、赤ウリタ。赤ウリタに入りました。以上、2対1をもちまして勝者ウリタ、ウリタジューシー。 And next into the red corner. He is back, ready to rock this house. Kondo! ここにリングにやってきました。さあ、両者の運命は交錯します。決意の2度目か、それとも友との約束か、米岡明暗か。さあ、60秒スタート。右当てた明暗、おー、ダウン取ったか。ダウン取った、米岡ダウン取りました。さあ、まだ50秒近くあります。前蹴りいく。さあ、明暗巻き返すか。おお、レベルが上がっている米岡。明暗のパフォーマンスはどうか。ミクルさん、両者のパフォーマンスいかがでしょう。右、左。いや、なんか構え変わってますね、サウスポーじゃなかったと思う。米尾さんが上手くなってる。テクニック上がってますよね。30秒前、30秒前。米尾も右を刺す。下がりながら打ってますね。前に出始めます。米尾が圧力をかけた。下がる米尾。まず一つアウトで左打った。右、これも右。米尾を当ててきます。ただ明暗は前に出る。気持ちが流行る。亡き兄貴分の思いが募る。叶えてくれるか、米岡か、それとも明暗か。ここで60秒間終了のゴングです。これ判定ただいまより判定に入ります。さあ、判定決着へと向かっていきます。さあ、ジャッジメントを皆さんよろしくお願いいたします。パンちゃんさんは60秒間いかがでした？はい、ブレイキングダウンに出てる選手って結構前に行きながら殴る選手がほぼとんどだと思うので、はい、こうやって下がりながら当てる選手が出てくるとまた展開も変わるのかなと思いましたね。いやー、山選手、小宮選手のパフォーマンスいかがでした？そうですね、なんか格闘技、喧嘩が格闘技に変わってましたね。あ、レベル上がってますか？はい、レベルが上がってました。ただもっと行ってほしかったですね。両者ですか？米尾さんに。あ、もっと前に出てもらいたかったですか？はい、もっと喧嘩見せてほしかったですね。一度ダウンは奪いました。さあ、米尾か米安か、答えが出る時が間もなくやってきます。まあ、ミクルさん、米安の気持ちもね、後半は伝わってきましたよね。そうですね、引かないって言ってましたけど、本当に攻める気持ちが伝わってきました。さあ、判定です。判定の結果を発表します。ジャッジ朝倉、赤米尾。朝倉未来は米尾。ジャッジ優吾、青米安。青に入りました、ブレイキングダウン代表の優吾。ジャッジパンチャンリナ、赤米尾。パンチャンリナは米尾。ジャッジヤーマン、赤米尾。ヤーマンは赤米尾。ジャッジオーディエンス、オーディエンスはどうか。赤米尾、これも赤に入りました。判定4対1。4対1をもちまして勝者赤米尾。米尾のブレイキングダウン人生はつながっていきます。明暗を超えていきました。勝利した米尾選手には決意の2度目の参戦でした。明暗の思いを受け止めた米尾でした。両者がリング上で言葉を交わします。米尾の言葉に対して明暗がうなずきます。さあ、ゆうごさん、はい、両者の対戦ですが、
振り返ってみて、改めていかがですか。はい、まあ前に前に進んでいってこうアタックしてたのはベイアンさんだったんで、そっちを評価しました。あ、なるほどなるほど、ブレイキングダウンならではというルールかもしれません。選手対象、さあ山田選手、改めて米尾選手の可能性、アドバイスを送るとすればいかがですか。いや、この短期間でめちゃめちゃレベルアップしてるんで、なんだろう、もっとちゃんと練習すれば本当プロの格闘技の舞台でも立てるんじゃないですかね。うん、そうですよね。はい、そう思いました。はい、ゆくさん両者に一言ずつお願いします。いや、何もいらないんじゃないですか。わかりました。ドクター、久々にあんなイライラしたなと思ったんですけど、あそこまで舐められるなんてこともなかったんで、これまで。まあ、なんかそんな中であいつがベイアンとやったけど、なんか肩脱臼したのかなんか知らないですけど、そんな中で勝ちきれなかったのはもうあいつの弱さなんで、まあ、今回の試合だから正直組まれてもあんま面白くなかったんですよね。俺の中で YouTube でなんかちょっと やって、まあ、そんくらいやるかくらいで別に良かったんじゃないかなと思って。マジで殺すよ、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 はい、マジで全然殺しちゃった。お前ここお前出たろってめ覚えたら、待ってる、お前出たろ覚えたら、マジで殺しちゃった。まあムカつけばいいんじゃない、あいつどうせ雑魚だから。この試合組まれた時まず俺思ったのが、普通に美味しい試合だなと思った。いや、まずカウンター狙う時点であいつ貸すっしょ、打ち合えよお前、面白くねえよ、しょっぱい試合しやがって。前回はまあカウンターでアドコーダー言われちゃったんで、まあ、今回まあバチバチに殴り合うところみたいになったら見せようかなと思います。勝ちますよ、勝った上で一番面白い試合にします。まあ当日殺したから覚悟しておくよ。おい、米よ、久しぶりだな、俺に勝てると思ってんの？笑わすね。まあ、カウンターでも何でも待っとけよ、俺まっすぐ来るからよ。え、わかるかよ、え、おい、わかるか、殺してやるよお前を、覚悟しとけバカ野郎。ただいまよりサワープレゼンツブレイキングダウン 5.5 第5試合キックルールスペシャルワンマッチを行います。青コーナー、身長172センチ、ラッパーゆきトラー。赤コーナー、身長170センチ、反逆の問題児、米おー。なお、この試合の勝利者賞は株式会社沢様、鬼丸ホーム株式会社様より金一封、そして国内唯一の 3D ホログラムサイネージメーカー 3D ファントム様より 3D ファントム 30Z が贈呈されます。第5試合を迎えました。さあ、ミクルさん、おなじみの米尾登場ですね。そうですね、まあ、前回のオーディションで一番盛り上がってた2人なんで、はい、まあ、これは楽しみですね、うん、決着つけてほしいですね。そうですね、ユクトラも肩を脱臼しまして今回満を持しての登場となります。はい、さあ試合スタート。おー、いきなり足を蹴ってきました。米尾今回出鼻をくじかれた、左ミドル、パスボに構えている米尾、米尾ジャブついてから左フック、おお、ジャブ使っています。おお、右フック振りましたけど、おお、パンチの連打、パンチャー米尾来ましたね、はい、前回と全然戦い方違いますね、はい、前に全然出てますね今回、首相撲からの膝使ってきました。あー、これはミクルさん注意が与えられますね。はい、いや、でも米尾ちょっと強いです。あ、おお、スーパーマンパンチ、空振りから右フック、米尾さんノーガード、はい、ガードを下げている。なんかどちらかといえば692キロがカウンター待ちになってます。なるほど、さあ出てきます米尾、ダッキング返したユキトラ、ユキトラも見ています。
いやオーディションでも散々コメを挑発していました。アッパー右フック、コメのパンチ出てくる。さあどうだ、ユキトロも行きたいところ、お互いに行きたい、時間がありません。おお、しっかり左右のパンチ、コメを出てくる。ユキトラ、ユキトラ、あっとパンチが出ないか、試合終了、分散終了です。盛り上がってますね。いやミクルさん、客席の盛り上がりすごいですね。すごかったですね。はい、もうなんかユーゴさん、これまでとなんかまた随分違いますね、客席の雰囲気。あと、はい、コメオ君が前回大会の反省をしたのか、しっかり自分から良かったと思います。そうですね、前回はあの判定勝ちを収めたコメオですが、いや戦い方ちょっとこれは改良を加えてまいりました。さあそれではジャッジペーパーが集計されました。判定を発表いたします。ジャッジ橋本、赤コメオ、ジャッジ永瀬、赤コメオ、ジャッジ山形、赤コメオ、以上3対0をもちましてコメオの勝利。朝倉未来さん、振り返ってみていかがでしょうか、はい、この結果。いや、まあ前の反省点を生かして自分から攻めるスタイルに変わってたんで、はい、最初は、よくなりましたね。もう本当にね、未来さんともずいぶん前から実は接点があったという話もね、はい、ありましたけども、いろいろこう苦労してきた、まあ、その米のだけにこうやってしっかりと修正して結果を出した姿っていうのはちょっとやっぱり見ててグッとくるものあるんじゃないですか。いや、ないですよ。そうですか。そうでしたか、失礼しました。距離、あ、うまい、この時もなかなかやりづらそうですね、この距離感です。おー、入った。さあ10秒切ります。新旧の強権バトルです。でここで決まるか。60秒間が終わりました。勝者、黒石貴博選手。 The winner is blue corner 貴博黒石。黒石さん、いいですか。なんだ、コメオって超気合入ってるの、びっくりしちゃった。おめでとうございます。いやいや、コメオに悪いことしちゃった。いやさすがですね。なんか意地を見ました。あれ、俺ダメでしょ、何回もタックル入っちゃって。いやまあギリギリラインじゃないですか。ギリギリセーフです。いやもうダメ、なんかあれだけは本当に彼に申し訳なかったな。久しぶりのリングどうでした。でもいやもう本当に気持ちすぎて、やっぱ映画ドラマ舞台っていろいろやってるけど、やっぱりこの気持ちよさって何にも変えられないっていう。いや本当っすよね。なんか格闘技のこの試合の時のアドレナリンとか興奮って二重は絶対ないですもんね。ないもん。これ以上ないですもんね。もう一生懸命すかして立ってたかったのに、もう気持ちがバグっちゃって。いや僕あの瞬間が一番見れて興奮しました。いやもう本当に本当なんか俺ブレイキングダウンがクソだとかめっちゃ言って、なんかごめん、本当ごめん。いやいやいや、ありがとうございます。もう出てくれてありがとうございます。いや、またよかったら遊びに来てください。おっす。ありがとうございます。お疲れ様です。今回はもうね、しょうがない、もうアウトロー、ブレーキングダウン、最弱のマッチね。別に何でもいいんじゃないですか。別にもう負けたら負けになるだけだし、勝たないと意味ないんですよ、やっぱ。もうそれだけよ、やっぱ。だって格闘技だからね。本当ガチいなくて、あの時オーディションで小競り合いになったかもしれないけど、なんかザコが出しゃばってきた、お前誰だよって感じだった。
コメオはやっぱ黒にあんなこと言ったからさ、それはちょっと俺も気にならなかったから、ああいう風になっちゃったけど、で1分間のそのやり方も分かったし、だから次はちょっとコメオをね、本気でちょっと俺もう出来上がってきちゃってるから。まあ、舐めてましたね、正直。全然練習もしなかったし、勝てると思ってたの余裕で。自分の甘えがあったっていうのが結果に出たかなと思います。まあ本当世間納得させるだけの戦いだから、別に相手が誰だろうが誰でもいいかなっていう。いつも終わらせるつもりで、毎回俺はそれしか思ってなくて、1分もそんななんかね、遊んでらんねえなって思うから、うん、バチバチに殴って KO させたいなと思って。勝つまでやる、もういくつになってもそれをやり続ける方がいいからっていう、なんか格闘技を引退するとか言ってる人がちょっと俺ちょっとあんまりよく分かんなくて、そのに、うん、あの引退っていう言葉が自分にはなくて、でいつまででもやっていないなっていうのが、そう、やっぱそのどん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 こう若い子たちだったり、そうみんなジムにも入ってくるし、その中でね、自分がじゃあ何もしてない人間じゃなくて、何かをし続けてる、挑戦し続けてる人間にはなりたい、なっていたい、そこにはいたいなっていうのは自分だわ。やっぱ挑戦なんすよ。刑務所いた自分がここまでのし上がるのっていうのは、格闘技とかミクル君とかそういう存在があって、まあでも本当自分自身、本当格闘家なんて言うつもりはないですよ別に俺は。ただ負けたくないから練習してるだけなんだよ。負けんのが本当多分世界一嫌いだと思う。喧嘩メタバースプレゼンツ Breaking Down 6.5 第6試合、フェザー級 64kg 契約、キックルールスペシャルワンマッチを行います。 From the blue corner、 青コーナー、 173cm 60.4kg 173cm 60.4kg、 浜野雄二、高垣雄二、アウトサイダーから浜野雄二、高垣雄二。 And from the red corner、 赤コーナー、 170cm 63.65kg 170cm 63.365kg、 反逆の問題児、コーメオ。ブレイキングダウン真の主役、勝てコメオ。勝者にはメインスポンサーの喧嘩メタバースとなり、勝利者賞として喧嘩メタバースにおいて勝者ご本人がゲームキャラクターとなり、 NFT が発売され、その売り上げの一部が選手に分配されます。さらにシューティングギャラリータトゥー様より金一封が贈呈されます。因縁の対決です。高垣雄一 VS 米尾。さあ60秒間の佐藤、先に入っていたのは米尾、右を振った、打撃は米尾か、下がれ。高垣1分間を我慢しろ、我慢しろ、そして感覚をつかんだと話していました。浜野雄一か、それとも米尾か、米尾うまく避けながら右を入れていこうとしますか。両腕を振る米尾、最初20秒間が経過しました。雄吾さんはここまでどうご覧になってますか。米尾君さっきスイッチしましたよね、このあたりテクニック技術つけてきてますかね。30秒、さあ30秒間経過です。ブレイキングダウン6では両者ともにダウンを奪われて敗れています。どちらが強いか、高垣も前に出てきました。さああと15秒打ち合いに行かなければいけません。ここはブレイキングダウンの世界です。1分間、さあ10秒切ります。高垣が前に来た、前に来た、この右足だ、一つ右が入りました。米尾の打撃です。被弾したのは高垣でした。ここで60秒間が終了しました。さあ判定決着へとつながっていきます。
ぶちのめすだけとコメオは言い放ちました。ブレイキングダウン6、黒石に延長の末敗れたのはコメオでした。一方その6では山川に敗れて今日の一戦を迎えたのが高垣雄二です。さあ判定、どちらに軍配が上がることになるんでしょうか。それでは判定です。ジャッジ朝倉ドロー、朝倉未来ドロー、ジャッジ優吾ドロー、優吾もドロー、2票入りません。ジャッジ秋山、秋山さんもドロー。さあもう30秒間残されていました。判定の結果ドローとなりましたので、これより30秒の延長に入ります。さあ延長決着へとつながっていく展開になりました。因縁の対決です。オーディションではコメオとつかみ合い、睨み合いの乱闘がありました。高垣雄二 6.5 でコメオと相まみえることになりました。コメオは朝倉海だと苦しいトレーニングを積んで今日この日を迎えることになりました。さあそれでは延長30秒間のゴングです。セコンドアウト。さあ30秒間中央で打ち合う、コメオか高垣の位置か。焦るな焦るな、まずは最初の10秒を経過しようとしています。高垣入っていく、コメオがすぐ下がった、右左当たった、もう一つ左コメオミドフック、高垣を右を振る。さあ延長の30秒間はラスト10秒間、油断することは許されません。この延長で前回敗れたのは小妙でした。敗れた。さあ時間がなくなります。高垣前に出た。さあここで延長の30秒間終了です。さあジャッジの3人がどう評価するか。ここももしドローということになれば再延長も残されています。さあそれでは判定です。ジャッジ朝倉ドロー、朝倉未来またもドロー、ジャッジ優吾ドロー、 CO 優吾もドロー、2票入りません。ジャッジ秋山ドロー、秋山さんもドロー。判定の結果ドローとなりましたので、これより30秒の再延長戦に入ります。さあ再延長です。因縁の対決はあと30秒、スタミナはどちらに残されているか。さあみくるさん、スタミナ勝負になりましたね。そうですね、ちょっと白黒つけてほしいですね、この2人は。さあセコンドアウト、決着はラスト30秒、セコンドアウト。何か黒石が声をかけに来ました、高垣に対してです。白黒をつくか、30秒間高垣が最初前に行った、小宮の左、どちらがスタミナ残されているかです。死闘対決になります。死闘決戦、海作さん白黒つけてほしいですね。そうですね、もうここまで来ると最後まで見たいですね。高垣が右をもらう、小宮を2つ入れました。ただ高垣前に出ます、挑戦し続ける姿を見せたい、そう語る高垣です。さあ時間がなくなった、ここで30秒間再延長終了のゴングです。決着はつくでしょうか。ジャッジメントの皆さんは悩んでいる状況です。さあそれでは判定です。ジャッジ朝倉ドロードロー、グレーのカードが上がりました。朝倉未来、ジャッジ優吾ドロー、優吾代表もドロー、ジャッジ秋山ドロー、秋山さんがグレーのカードを上げました。判定の結果ドローとなりましたので、これより30秒の再延長に入ります。再延長です。延長3つ目、高垣さんが攻めてて米尾くんがカウンターを狙ってるような図式が続いちゃってるんですよ。30秒だからね、米尾くんも行ってほしいですよね。打ち合ってほしいですね、うん、セコンドアウト。ここはブレイキングダウンの世界です。さあ両者相当スタミナは削られているはずです。再延長の30秒間です。アウトサイダーのレジェンドたちが見せます。米尾が行く前に出ようとする両者、固着はしない、
これはブレイキングダウン、60秒間膝を入れる米尾、さあ、あと15秒、ここに入った、高岸は被弾しています。先ほどの30秒間でも被弾しました。さあ、米尾の手数はどうか、高岸の維持、あと5秒、時間がない、体力削られる、そしてここで30秒間終了です。もしかすると立っているのがやっとかもしれません、高垣雄二。米尾が崩れ落ちました。赤コーナー、それでは判定です。ジャッジ朝倉、赤米尾、朝倉未来赤、ジャッジ優吾、赤米尾、優吾代表も赤、ジャッジ秋山、秋山さんも赤に入れました、米尾。以上3対0をもちまして勝者米尾、因縁の対決決着の時、米尾が勝利しました。再再延長を乗り切って米尾見事勝利、勝ち切りました。みくるさんは米尾に入れました、このあたり理由を教えてもらえますか。最後はやっぱ攻めてたのと被弾、被弾の率が高かったんですね。はい、ヨコさん、最後の30秒間米尾も前に出ましたね。そうです、前に出て、あとまあ膝もね、最後あの何発か出してたので、はい、よく振り絞って出したなと。はい、そうですね、勝利しました米尾選手にはメインスポンサーの喧嘩メタバース様より勝利者賞として、喧嘩メタバースにおいて勝者ご本人がゲームキャラクターとなり NFT が発売されます。売り上げの一部が選手に分配されます。喧嘩メタバースガーズ新藤かなさん、そして空敷麦さんから贈られます。さらにシューティングギャラリータトゥー様より金一風も贈呈されます。プレゼンターはシューティングギャラリータトゥーの平学学様、そして平学六之助様です。お二方です。米尾が見事勝利しました。さあ、秋山さん、秋山さんも3度目の正直で赤に入れられました。結構悩んだんですけれども、やはりあの見た時にしっかり当ててたし、はい、まあ、膝も上手に入れてたので、そこが自分の評価になりました。はい、はい、判定3対0で高垣を下したという米尾。さあ、勝者の声を聞きましょう。米尾のマイクです。はい、ありがとうございます。12人抜きの気持ちが分かりました。いや、マジで疲れるけど、本当にここの一戦にかけてて、カイ君のところにずっと練習して、きつい練習本当積み重ねて、今日ようやくこういう結果が得られたと思います。これからももっと積み重ねて、これからもブレイキングダウンの顔としてこの舞台で暴れられるよう頑張っていくんで、これからも応援お願いします。ありがとうございました。その因縁の対決を制した米尾のマイクパフォーマンスです。まあ、ちょっと、まあ、このタイミングで言わせてもらおうと思ってるけど、よし君、やりましょう。まあ、ちょっと俺も、まあ、今日は昨日、まあ、みくる君と話して、まあ、米尾がなんか俺とスパーリングやってダウン取ったみたいな話をいろんなところでしてるっていうので、まあ、俺もちょっと恥かく場面が多くて、まあ、お前のこと好きだったけど、まあ、その一件でなんかこいつちょっと男らしくねえなって思ったんだけど、まあ、なんか本気で勝てんだったら、まあ、この舞台で、まあ、戦って自慢してくれたらいいのかなって思って今日来たんだけど、うん、改めて挑戦させてほしいなと思ってます。どうですかね。うん、いいんじゃないですか。いいですか。よろしくしうちの大将。誰だ。